私は今この配信が始まる前にとてもとてつもなくドキドキして待ってましたと。はい、ってことで早速キャッチフレーズをしていこうと思います。いきます。福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカーン。ってことで皆さん、私ちょっと1日早めなんですけど、ハッピーハロウィーン。はい、皆さん早めのハロウィンでございます。なので私は今日はコスプレをしております。どうかしら、このコスプレ何か分かりますか。さあ何でしょうかちょっと、はい、今回はちょっと靴も履いてます。今回だから結構本格的なコスプレとなっておりますが、はい、さて何でしょうか。そう、皆さんお渡りです。お帰りなさいませ、ご主人様、にゃはい、ってことで今回私がコスプレしているのは猫耳メイドでございます、はい、はい、そう今回は猫耳をつけてるメイドさんになってみました。もう初めてこんなメイドさんの格好をするのは初めてですし、あと猫耳をつけるのも、はい、初めてではないかな、初めてなぐらい、はい、あ、ちょっと取れそうなんですけど、そうなんです。どうでしょうか、いい感じでしょうかそして皆さんお気づきでしょうか、あのコスプレ以外にも私ちょっと変わってるところがありまして、お気づきですかね。うそれで今日も今日も友達がたくさん来ているわけでございまして、そう、今日何ですか、コスプレ以外に違うところって。お前じゃなくなった、確かにお前じゃなくなった、そう、前髪結構伸びたんでお前じゃなくなったのもあるけど、お前、前髪じゃなくて、そう、目の下もまあ確かに今日はちょっとほくろっぽいものを2個描きまして、ハロウィンメイク風にちょっとしたんですけど、それ以外にもありますよね、それ以外にもなんかありますよね。そう、なんと私髪の毛が伸びましたそう、これから私はロングヘアカになりました。そう、もう髪の毛伸びるの早くって、私そう、すぐ伸びちゃって、でそうなんですよ、だからこれからはやっぱりロングの私になっちゃったっていう感じなんですけど、嘘なんですけど、はい、これはあのつけてます、はい、ウィッグっていうのかな、そう、つけてます。どうでしょうか、ロング、久しぶりにロングになりました。私小学生の頃ずっとロングだったので、でも中学校ずっともう髪が短かったので、なんか久しぶり。どうでしょうか、これからこれになろうと思っているんですけど、いい感じでしょうか。後ろはあの諸事情でお見せできないって感じなんですけど、正面から皆さんお楽しみくださいという感じで、はい似合いますか、やったー、後ろちょっとあのお見せできないというか、はいそうそう学校もそれつけていこう、さすがにちょっと学校はねこれつけていくと校則違反なんで、はい、うんうん、
そして今日はねハロウィンということでかぼちゃも持ってきております。これ本物のかぼちゃだと思う。え、本物わかんないんですけど、多分おそらく本物のかぼちゃです。かわいい。ちょっとスクショタイム。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫。どうかしら。って感じですね。そう、もうみんな来てくれてる。そう、なんか今日学校、じゃあ前学校で、ハロウィン配信するから楽しみにしててねっていう友達に話したら、絶対見に行くねって言ってみんな来てくれてる。本当に嬉しい。私は嬉しい、ありがとうございます。じゃあこのコスプレはなぜこれにしたっていうか、そう、なぜこれにしたかっていうお話をしようと思います。あのですね、私めっちゃ迷ったんですよ、何のコスプレにしようかなと思って。そうで、何にしようってなってて、で今までにしたことがなさそうなやつをしてみたいなと思ってまして、そうそう、で何があるかなと思ってめっちゃ悩んだんですけど、ちょっと一回メイドさん、このメイドさんをやってみたいなと思って。でもメイドさんって普通にあれじゃないですか、黒とか王道じゃないですか。メイドさん黒もいいんだけど、ちょっと変わった色にしてみたいなと思って、なんかちょっとあまり見ない、どうなんかな、分からんけど、赤色に挑戦してみました。どうでしょうか。そう、赤色にしました。今回は。そう。どうでしょうか。それで猫耳も、ね、つけるか迷ったんですよ。で別にこのカチューシャがあるんでつけなくてもよかったんですけど、なんとなく私つけたい欲がありまして、で最初私白猫ん白い耳を買ったと思ってたらピンクで中が白だったんですよ。まあいいんですけどね、いい感じでしょう。はい、そうって感じですね。いい感じでしょうか。にゃーん、確かにちょっとサンタっぽいね。そう、だからクリスマスも着れちゃう、わかんないけど。そうで、でなんか私もボブでちょっと配信しようかなと思ってたんですけど、ちょっとまだしたいなと思って、ずっとこれもつけたいなと思ってたんですよ。一回ロングにしてみたいなみたいな、あの似合うかも試したかったし、それでまあつけたんですけど、私的にはあんま似合ってないというか、そうで今皆さんにお見せしたら皆さんが褒めてくださったので、おどうしようと思ったんですけど、そう私最初つけた時もう似合わなくて、でお母さんにカツラかぶってるダンスなんか、そうなんか、なんか言われたんですよ。なんかみたいな、なんか なんて言うんだろうね、なんか男の人がコスプレしてるみたいな、なんかめっちゃ失礼なこと言われて許せないんですけど、まあでも今ちょっとまあメイクしてまだマシになったと思うんですけど、はい、そうそうそうはい、って感じです。皆さんは、皆さんだったら今回何しますか。ハロウィンだったらちょっと来年のコスプレも考えたいなと思うので、ちょっと皆さん何したいですか。ハロウィンコスプレするとしたら何のコスプレしたいですか。私もうハロウィンコスプレっていっぱいあるじゃないですか。そうだからめっちゃ迷うんですよね毎回あ、キョンシー、キョンシー私したことあるかな、したことある気がする。キョンシーきっとしたことある気がする。うん、キョンシー可愛かった。自分で言うのもなんだけど、キョンシーコスプレが、はい、可愛かった気がします。あ、魔女も来た、いいよね魔女、王道。
そう、恐竜コスプレめっちゃ迷ったんですよ。カニもそうめっちゃ迷って、迷った末にやめちゃったんですよね。カニいいよね。間違えた、恐竜もカニもどっちもいいよね。うん、わかる。ね、海賊いいね、いいよね。レミタに画像送った、まだ全然送ってない。送った方がいいかな。そうでもレミタンね、私たまに送るんですよ、その自分がちょっといい感じの時に、写真うまく撮れたなって時に送ると、もうたくさん褒めてくれるの。レミタンもう可愛いってたくさん言ってくれて、そう言ってくれてるあなたが可愛いよって毎回思うんですけど、はい、本当に優しい。うん、だから後から送って褒めてもらおうと思います。はい。でも結局私ちょっとツイッターに今回のこれあげようと思うので、ツイッターの方もぜひお楽しみにしていて、していていただけたらと思います。はい、ハッピーハロウィーン。そうね、ハロウィン私なんかあるかな。あ、お菓子をもらったとか。そう、お菓子私大好きなんですよ。ハロウィンはそのなんていうのより近所のおばあちゃんにもらってましたね私、うん、お菓子を。そう、チョコレートとかそういうなんか結構甘い系のお菓子をもらってめちゃめちゃ嬉しかったですね。うん、レミタンも配信始まった。見たい。レミタンはコスプレしてるのかな、明日かな、どうなんだろう。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。なんか今日めっちゃ友達多い気がする。しつかりかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいです、やった友達大集合。そう、嬉しい。よく聞いてくれるんですよみんな、配信いつするのとか、嬉しいよね。そうでもね、その萌えゼリフとかちょっと一回この格好でやってみたいなと思うんですけど、ちょっと友達がいて結構ね、はい、ね、ちょっと言いづらいというか恥ずかしいというか、はい、もともとそういうなんか言わない人っていうか、言わなそうじゃないですか。そうだから、取れちゃいました、なんてこったい、完了。じゃないよ、すごい恥ずかしいので。そう、言えないです。そう、今日は何を話そうかな。今日は何があるかな。ハロウィン、ハロウィンといえば皆さん何でしょうか。私ハロウィンなんかよく渋谷のそのニュースとか毎年見て、うわ今回もハロウィン盛り上がってるなーとかしか思わなかったんですけど、何かありますか、ハロウィンで。コスプレとか、うん、とか。今日も渋谷やばかった。そうなんだ、でもいいよ、なんかパーティーって感じだよね。
楽しそうです。残業頑張ってください。大変だね、パーティーだよね。ハロウィンあんま興味ないのかな皆さん。やっぱりはどこに集まるのハロウィン。え、ハロウィン集まらないですね福井。うん、あとこんな人いない、噛みました、こんな人いないんですよ。はい、私だけですよきっとこんな家でねえこんな格好してる多分ね。そうだって、そう福井でコスプレしてる人なんて全然見たことないし、うん、私だけですきっと。うん、はい。だからこれで外出たら私もう、あの人なんか一日早いよとか、なんかからかわれそうですけど、はい、そうやばい人代表です。しかもちょっとこれ半袖なんで外出ると絶対寒い。そう、ね、半袖寒い。そう友達ね、そうたくさん来てくれてます。今日も今日もありがとうございます。ふんふん、あ、そうこれほくろ書いてます。今回は両目、たまにその片目こっちだけよく書くんですけど、今回はなんとなく両目にしてみました。どうでしょうか。かわいいズラね。ありがとうズラ。ありがとう、みんななんか褒めてくれる。いつもなんか褒めてくれないくせに。そう、なんか学校で皆さんツンデレなのかな、ツンデレなのか分かんないですけど、私のことあんまり褒めてくれないというか、うん、でもこうやって今褒めてくれてるってことは私のこと大好きってことで OK でしょうか。うん、 OK ですかね。全体ショットが見たい。ヨガです。今回はブーツも履いてます。にゃんにゃんにゃん、どうかな。あ、後ろ向けないんだ、危な危な。セーフセーフアウトセーフってことで、はい、こんな感じです。お、てん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 、はい、これちょっとうっすら見えるんですけど短いんですよ、しっかりとね。はい、そう、後ろはあの、まあ、非公開というか、はい、お見せできないようになっていまして、はい、そう後ろは向けないんですよ、すいません、後ろはちょっと諸事情がありまして、はい、え、これ本物ですよロング。結構リアルじゃないですか、そんなことない。そう、これもともと巻いてあるやつを購入しまして、巻いてみたかったんだ。いい。翔くん、ハートありがとうございます。あ、このブーツはですね、あの誕生日の時に、あのそう家族に買ってもらったんですよ。そう、まだあの全然その大事にしすぎてまだ履けてなくて。
そう、そろそろ履きたいなと思ってたんですけど、まあ、一旦今日これに合うかなと思って仮で履いてみましたね、でも高校生になったら巻く？そうかな、うーん、高校生になるまでにこのぐらいの長さまで多分行かないんだよね。今こんぐらいだから、そう行ったらもう巻きたいよね巻きたい。そうだから早く髪の毛伸ばして神様お願いしますって感じなんですけど、そう早く伸びてほしいですね。そうやっぱ JK になったらちょっと大人感、なんか結構ロングって大人に見えるじゃないですか。私いつもずっともうショートでこけしっていうイメージだったと思うんですけど、まあ、これから言わせませんよこけしなんて、うん、お姉さんって呼ばせますこれからはい、もうこけしなんて呼ばせませんよ、はい、だから高校生までにはこんぐらいロングになっていて、まあもう、うん、呼ばせますよしっかり、うん、はい、お姉さんで呼ばせます、はい、うん、下がってくる、うん、って私ですかこけしお姉さんじゃなくてひゆかお姉さんですけど、はいみたいな、そうそうだからね、もう15歳になったのでそろそろ大人になりたいですよね、うんうんうん、やっぱ中学生はまだいいんですよ元気な感じで、でもこれからもうね、うん、そうそういいよ妹ゆるさんそうね、うん、そんな感じかな、はい、こんばんは皆さん。そう今日はねあのツイッターでも告知したので、そう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 、こんばんは皆さん。本当ですか？想像はるか上の可愛さでした？やったー！でも猫耳もついてるんですよ。にゃーにゃー猫、にゃーにゃー猫猫。めっちゃ萌えゼリフ、ちょっとね萌えゼリフはね恥ずかしいんですよちょっとね、そうあとそう髪長いからレアですよ今回の私は、もうこれっきりですよきっと、見逃し不可ですよ、はい、にゃーが萌えゼリフじゃん、ほんと？にゃー、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 にゃーならもう一緒にいるかも、にゃー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 、おかえりなさいませご主人様、確かににゃー、にゃーみたいな、すごいよなそう考えるとメイドさんって本当に、私もやね、できるかなこれ入ってこうやって行って、あいらっしゃいませご主人様ってなっちゃいそうで怖い、すごい本当にすごい、私も頑張ろう、じゃあやりますね、行きますよ皆さん、一回きりですからね本当に、いいですか皆さん、いいですか、頑張ります
頑張れ、ヒカ。頑張ります。よし、ありがとうございます。見ます。はぁ、あ、見ますよ。見ます。お帰りなさいませ、ご主人様。にゃんにゃん。はぁ、あ、もう。にゃんにゃん。にゃんにゃん。ありがとうございます。お疲れ様です。ああ、もう。やめてください、本当。恥ずかしいです。お疲れ様です。お疲れ様です。もう本当にリア友がしっかり見ているっていう、はい、絶対あのからかわないでくださいね、学校でね、お願いします、それだけお願いします、やめてくださいね、皆さん学校頼みますよ、これは一生のお願いです、お願いします、絶対学校であのからかわないです、うす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 、お願いします、学校でも絶対言わないですよ、絶対言わないです、こけしお姉様とか言ってはあ、怖いですね、来週怖いよ、もう怖い怖い怖い、え、何レミタンも見てるの、え、ちょっと待って、どういうこと、え、レミちゃんが笑ってるよ、え、何何、え、怖いですね、ダイナソークラブにゃんにゃん、そう前のダイナソークラブも話したんですけど、ダイナソークラブの時にもいて、みんなで、ダイナソークラブめっちゃからかわれて、学校行ったらダイナソークラブとか言われて笑っちゃった、本当にそうみんないじるの大好き、本当に、何みんな配信中のレミちゃんに報告してます、やめてください、レミちゃんに言うと内緒なんですよ、やめてくださいって言ってもう巻き髪ロングって言ったらびっくりしてた、確かに、だってそうでしょ、初めてだもん、だって、うん、初めてで、そうで、なんか最近ズラがハマってて、何々ズラみたいな、そうみんなハマってて、でまあ私が生みの親なんですけど、なんか私がひどいズラみたいなことを一回言ったんですよ、ひどいズラって言ったらそれがみんなに広まって、そう最近みんなでズラを使っております、はい、でなんか最近 Wi-Fi ごっこみたいなのにハマっていて、ちょっと本当に何の遊びをしてるのかなって感じなんですけど、あのまあある子は10あの 10G っていうのかな、そうあのめっちゃ早いっていう話で、そう 10G の子がいて、であとまあ2そう 2G っていう2以が2の子がいて、そうで私はあの謎にフリー Wi-Fi っていうあだ名なんですけど、なんで私フリー Wi-Fi なんですかね、ちょっと教えてもらっていいですか、はい、なんか私フリー Wi-Fi で、そうでも相手の子はそう 5G なんですけど、そうもう何の話って感じだと思うんですけど、なんかその攻撃をされるんですよで 10G の子はあのこうやってもうすぐに反応するんですよ、うわみたいな、で私はフリー Wi-Fi なんで一回止まって、うわーみたい な, そ, なんかそのもう本当に意味がわからない、私も何をやってるんだろうと思うぐらい、はい、変わった遊びをしているんですよ、私フリー Wi-Fi です、よろしくお願いします
そうだから私はってことはみんなに愛される、まあみんながそうたくさん使えるフリー Wi-Fi っていう、まあ、いい意味ですね。はい、皆さんに愛されるっていうことでございますかね。そう本当に中学3年生の遊びじゃないよねこんなそうフリー Wi-Fi いますね、しっかり天神の子がなんか自己紹介してますけど、はいフリー Wi-Fi 弱いとか言わないでくださいそうって感じかな。しっかり、そうしっかり受験生でございます、頑張ります。そうもうあと少しで超重大なあのテストに迫っておりまして、もう本当にやばい、勉強しないと本当にやばいんですよ。頑張ります本当に。そうテスト、そうでもそう最近あのテスト、まあそこまでそのなめっちゃいいとかわけじゃないんですけど、結構上がってきてて徐々にこうこんな感じかな、トゥ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 みたいな感じにちょっと徐々にそう上がっておりまして、だからこの調子で頑張ろうと私は今思っております。はい、でも私の友達みんな頭いいので、そうこんななんかふざけた展示とか言ってるくせに全然私より頭いいので、ん？そうだから頑張りたいです。そうみんなに負けないように、そうみんな本当に毎日毎日塾とか行ってて本当に偉い、みんないつもありがとうね、ありがとう、これからもよろしくお願いします。そうそう本当にみんな、うん、頭いいですね、うん、そう 5G の子そう 5G の子頭いいんですよね、まあ、みんななんですけども、天神の子もいいし、そうって感じ、頑張ろう私も。そうだからなんかいいですよね、周りにそういう頑張ってる子たちがいると私までちょっとマジで頑張ろうとなるし、なんかそう一緒に上がっていくっていうか、そう なんかねなんて言うんだろう、うまく言えないんですけどね、なんか本当にありがたいですね、一緒にいてくれることがありがたい。私もそうですね、そうで 2G2G のこと、2ギガの子がいるんですけど、その子もそう私より頭いいと思います。いつもちょっとちょっと変わったこと言う子なんですけど、そうなんかこれ言っていいのかな分かんないけど、ごめんなさいよなんか戸惑った時に言うとごまごめんなさいってなるみたいな話をしてて、どういう話って感じだと思うんですけど、そうごまごめんなさいみたいななんか流行ってるんです私たちは本当もう私たち変な言葉しか話してないんですけど、そうだからそんだけ学校は楽しいっていうお話でした。はいそうごめんなさいみたいな、そうそうそう楽しいんです。だからそういうのもね、最近そういうのがもうなんか些細なことなんですけど楽しくて、そう楽しいです、毎日なんか笑っててそうって感じはい、皆さん何かありますか他に。そう青春してるんですよ、だから結構ねそう、あと神秘なんかこれも謎なんですよ、これ一番謎なんですよ、聞いてもらっていいですか。あのよくあの私たちのクラスにカーテンがあるんですけど、で、まあ、光が入ってくるわけじゃないですか、でカーテンがなんかちょっと開いてたんですよ、でそしたらなんか天井に光がちょっと映ったんですよ、そしたらなんか神秘的みたいなええ神秘的。そうで、そっからなんかそれが流行りだして、なんかよくもう光が入ってるとなんかそこにバーッと走ってって神秘的だーとかなんか言って、うーん私の友達大丈夫ですかね、ちょっと心配になってくるぐらいすごく
うん、変わった遊びをしてらっしゃるというか、そうなんか片目を隠すらしいです。はい、神秘的みたいな、これですこれですこれ。そう、あとなんか三角チョコパイも流行ってて、三角チョコパイを食べたいっていう話です。神秘的そう、これが神秘的ポーズらしいです。三角チョコパイ私食べましたよ。三角チョコパイ美味しかった。どっちも食べました。カスタードもチョコも黒、うん、黒も食べました。美味しかったです、うん、本当に面白い。もう本当楽しい。いいな、今から三角チョコパイ食べるようだって、羨ましい。私も最近食べてないので、そろそろ食べ頃かなと思っております。食べたいですね。いいな、皆さんも食べてますね。ね、質問コーナーしよう。了解です。じゃあ今日は質問コーナーをして終わろうかなと思います。そう、まあ今日はせっかくハロウィンなのでね、皆さんのお願いも聞いちゃおうかなと思います。はい、今日だけですよ、本当今日だけですよ。はい、なので皆さんたくさんコメントしてください。ぜひぜひ。何時間前からその格好をしてるの？1時間前です。うん、なんでかっていうと、結構私緊張してまして、この格好似合うのかとか、もうずっとなんか大丈夫かなと思ってて、そうで、なんかこれもつけてもうずっと似合うか、鏡と似合ってるってもうずっと相談してたぐらい、そう超緊張してたんで、そう1時間前からずっと、もうずっと写真こうやって見て、似合ってる、違うとかなんかやってましたね、ずっと。はい、そんぐらい今日は結構頑張ってます。はい、って感じです。なぜイブなんですか。確かに、そう今日は1日前ということで、ハロウィンの、そう明日はちょっと用事があって配信ができないということで、今回今日やらせてもらってます。どうでしょうか、早めのハロウィンということで、まあ、ちょっと特別感があっていいのではないでしょうか。はい許してご主人様、なんか今のちょっとうざかったな、許してくださいご主人様。よし、次行きましょう。好きなおにぎりは？好きなおにぎり？なんだろうな。普通に梅も好きですし、鮭も好きだし、昆布も好きだし、でも結構何でも好きです。うん、おにぎり大好きです私。ツナマヨも好きですよ。だから全部好き。うんうんうん。お腹空いてる時なら何でも食べれます。はい。勉強中聴いてる曲ありますか？なんだろう、勉強中何聴く？あ、でも最近、そう偉いんですよ、最近私社会の解説を見てて YouTube で、それを聴きながら勉強したりしてますね。そう、社会の歴史のなんか解説を聞いて、あ、そうだったんだって思って、そう最近やってます。偉くない？でもあんま頭に入ってないっていう、ちょっと致命的なミスを犯してるんですけど、頑張ります。ありがとうございます。そうそう、一日何時間勉強してるのかにゃかにゃ、いつだろう、何時間だろう、日によるね忙しい日はあんましてないし、でも時間ある時は頑張ってますね。でもなんか午前中とか寝起きだとやる気が起きないわけじゃないですか。で学校帰りも疲れてて寝ちゃうわけじゃないですか。だから結構夜中にしますね。うん、夜中に、はい、
頑張ってるよ、お互い頑張ろうね。認知いただきたい。もうほぼ認知してますよ、そりゃ。 CCC さん認知してますよ、しっかり。はい、いつもありがとうございます。本当学校で会うたびに見たよってこうやってやってくれるのめっちゃ嬉しいです。また来週もしてね、こうやってありがとうございます。今日一日ゴロゴロしてた私を叱ってください。もうダメですよそんな。まあ明日は頑張ってくださいね。応援してみよう、にゃんにゃん私もぶっちゃけ言うとゴロゴロしてたので人のこと言えないっていうか、はい。今日は午前中ずっとゴロゴロしちゃってて、おあいこです、頑張りましょう明日はいお腹は出してますか？出してません。お腹はちゃんとエプロン、これエプロンっていうのかな、着てます。お兄ちゃんと呼んでください。お兄ちゃんお兄ちゃん。でも私お兄ちゃんのこと兄ちゃんって呼ぶんですよ。その本当のお兄ちゃんのことなんですけど、本当のお兄ちゃんと兄ちゃんって呼ぶんですよね。お兄ちゃん、学校でなんかお兄ちゃんって流行ってるんですよね。なんなんだろうあれ、お兄ちゃんみたいなそうそうそう いやもう出てきませんよお兄ちゃん、後ろから後ろからもう出てきませんよさすがに。うんうんうん、本当にそこまで髪の毛伸ばす、迷ってるんですよね。迷ってるっていうか、違います違います、伸ばしたいんですけど絶対私迷っちゃって、切ろうと思っちゃうんですよね。だから頑張ります。目標はここっていうお話でございますね。ここまで達成したら皆さんぜひぜひ褒めていただけたらと思います。はい、頑張ります。今年はもうお鍋食べた、食べました。鍋好きなんですよね。あったまりますよね。鍋好きです。ねえ、でもここまで伸ばすの結構時間かかりますよね。1年、1年以上かかるんじゃない？どうなんだろう、わかんないけど。うん。あったかまるからかわないでください、そんな間違いなんですかあったまるです、あったまる、うんうん、肩につくと切りたくなる症候群、わかる、なんかね、わかるよ。そこが一番なんか迷う時じゃない？伸ばそうかそれとも切ろうかみたいな、めっちゃ迷うよね、わかる。戦いますもん、ほんとまだそこまでは行ってないんですよ。ちょっとギリギリついてないぐらい、ちょっともうそろそろ戦いですね。頑張ります、勝ち抜いてみせます。そうね、なんか誰かが切ってるとやっぱ影響して、なんか可愛い、私も切りたいってなっちゃうよね。何あの現象、はい、なんですかねあれ。私がそう、しかもボブの子ってなんかめっちゃ可愛いんですよ、わかります？可愛いんですよボブの子、もうロングの子もめっちゃ可愛いんですよ。でも学校では結んでるじゃないですか、だからちょっと下ろしてる可愛さがまあ学校では伝わりにくくて、でもボブの子はまあ下ろして OK じゃないですか、肩についてないわけで可愛いよね。あれはちょっと切りたくなっちゃうよね。はい、可愛いんですもん、ほんとみんな。ボブの子はもう、ボブの子なんであんな可愛いんですかね、ちょっと教えてほしいですね、はい。皆さんはどちら派ですか、ボブ派かロング派か。私はどっちも派です、どっちも大好きです
はい。でも一番好きなのはこんだけ長い子が急にバサって切っちゃうとこ大好きなんですよ。なんかもうイメチェンっていうか大好きです。ロング、ボブ、ベリーショート、ロング結構ありますね。やっぱり私もベリーショートめっちゃ好きです。大好き。一回してみたいけど自信がなくて一向にできておりません。もうボブまでしかしたことないです。え、ボブ派結構多いんですね。あ、でもロング派も多い。今日の日向見てロング派。本当ですか？次の配信からもうボブに戻ってて、すみません。それ見たらどうなるんだろう、気になる。ね、イメチェンいいよね。あと私あのウルフカットっていうのめっちゃ好きなんですよ。ウルフカット本当に大好きでしてみたいけどもうなんかもう自信がないんですけど、見るだけで十分、うんうん、大好き。ウルフカットも大好き、かっこいいよ本当に。そう。あ、いいね。夏はボブで冬ロング、いいね。でも夏のポニーテールも大好きです私。これ何の話？大丈夫？そう、大好きです本当に。そう、でも冬のボブもいいよね。なんかマフラーしてて、もう結果何でもいい、最高、何でもいい、似合えばもう何でもいいんです本当に。ヒューカ自身はどれくらいの長さが自分に似合うと思ってるの？どうだろう、私似合いますかこれ、この長さどうなんだろう。ストレートっぽくしてみよう。でも私丸顔なんですよ、めちゃめちゃ嫌だ本当に。そう、肉がやばくて丸顔なんですよ。そうで丸顔だからどうなんだろうね。似合ってます？なら似合ってるのかな。自意識過剰なんですけど。そうで、そう、ちょっと見えますかね、これが今の長さなんですけど、どうなんだ。そう、迷います。私どっちがいいんだろう。なんか髪短いと元気っぽく見えて、髪長いと、でも私結構なんか顔が幼くて、なんかもっとちょっと大人っぽくなりたいんですけど幼いんですよ。まあ、メイクで今ちょっと結構大人っぽく見えると思うんですけど、これでもちょっとまだ、すっぴんだと本当に幼くて、って感じ。あ、で今日、そう、今日お昼ご飯オムライスだったんですけど、そう、オムライスをかぼちゃっぽくしたのでまた写真載っけます。さっさ、いい感じにできてめっちゃ美味しかった。オムライスじゃなかった、間違えた、ハヤシライスだった。そう、今日ハヤシライスでめちゃめちゃ美味しかった。久しぶりに食べたんですけど最高だね、やっぱり美味しいって感じかな。オムライス奇遇だね、似てる似てる。ハヤシライス自分で作ったの。お母さんが卵とハヤシライスを作ってくれたんですけど、そのハロウィンのかぼちゃの顔とかは私が作りました。そう、オムハヤシ、そうそう、それそれ、美味しいよね。最近前髪薄すぎる気がするんですけど気のせいですか。前髪伸びるの早くない？確かに。そう、頭皮マッサージとか最近しまくってるのでかもね、それあるかも。
あとあの伸びる早く伸びろっていうやつつけてるのでかも。あと亜鉛も飲んでるしだからかも、わかんないけど、はい、そう頭皮マッサージ頑張ってるんですよ。じゃあそろそろあと3つぐらい質問に答えて終わろうと思います。今日はランキング読んで、さあ何があるかな。そうめちゃめちゃ頑張ってますよ本当に何があるかな。ね、本当にうまいですね。そう成績も伸びてほしいね、この調子でぐんぐんと。うん、わかる、本当にうまいそう成績も伸びてくれということで、はい。お友達とは方言で話すの、どうなんだろう。でもタメ口で話してるので確かに方言かもね。今からタメ口で話していいですか。でも方言が出てるのかな、どうなんだろう。何時に寝てる？分からん。なんか結構あれ、夜遅くまで起きてることもある。だから分からん、だから日によるねタメ口なんか慣れないもうないって。あでもそんな言わんかも、そんな言わんかも、うん、分からん。 なんかそう、うちあんまなまってないんですよ。ああまなまってないよ、なまってない。だってタメ口話した時ちょっと忘れちゃうんですけども、はい。ショールめっちゃ楽しい、うん、めっちゃなんか配信するときめっちゃ楽しみにしてるよしてるって。だからそういつも楽しい、そうめっちゃ配信大好き。本当？ゆかちゃんの配信は癒しの時間って、ありがとうございます。あ、しーしーしーありがとう、バイバイズラ、ありがとうございます。マックに連れてきたよ、いいね。三角チョコパイゲットした、いいな、羨ましいな。まあ、近々ね皆さんにもいいお知らせができるといいなと思います。ということで、まあ、そろそろ、いいな三角チョコパイ、いいな、美味しく召し上がってね。ではランキング読んでいこうと思います。今日はハロウィン配信でありがとうございました、皆さんたくさんと。ではいきます。13位中心さん、ありがとうございます、ハッピーハロウィン、にゃんにゃん。12位幻さん、ありがとうございます、また見てください、にゃんにゃん11位ともおくん、アットマーク可愛すぎてヒューカしか勝たんです、ありがとうございます、また見てね、にゃんにゃん10位北ハイジンさん、ありがとうございます、また見てね、にゃんにゃん。9位翔くん、アットマーク萌えゼリフおかわり、そんなおかわりしたら取っちゃいますよいつもありがとう、にゃんにゃん恥ずかしいな。8位庄司さん、アットマークエイトモ、にゃん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 ありがとうございます、また見てください、にゃんにゃん。7位サッツンさん、ありがとうございます、また見てください、にゃんにゃん。6位ゆきたんさん、アットマークひゆきたん愛してる、萌え萌えキュン
合ってるこれ合ってる。マイマイキュー、ありがとうございます。また見てね。にゃんにゃん。5位チョコミントさん、あとマーク。背中ダメって兄ちゃん張り付いてるの？張り付いていませんよ。ちょっと背中諸事情がありましてお見せできないということで、はい、ありがとうございます。また見てください。にゃんにゃん。4位 GS 徳川さん、ありがとうございます。また見てください。にゃんにゃん。3位大輔さん、あとマーク。ひゆかちゃんのメイドさん、かわいす限界突破中、限界突破中、ありがとうございます。また見てください。にゃんにゃん。2位永遠のひでぽんさん、アットマーク。8もハッピーハロウィンコスかわいい、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。また見てね。にゃにゃん。そして1位は、うんうん、元気くん、ありがとうございます。今日元気くん名前の横にかわいい、いつもついてないのにハロウィンっぽく絵文字がついてる、かわいい、ありがとう。にゃんにゃん、また見てください。それではラッキーにゃんにゃんいきましょうか。今日はにゃんにゃんってことで、22翔くん2号、すごい、2号、ありがとうございます。ラッキーにゃんにゃん。また見てください。さあもう一人、じゃん。36位オルフェーブルさん、ありがとうございます。にゃんにゃん。はい、ということで、さあ最後、今日はコスプレ配信なので5つスクショタイムいきましょうか。うん、なんかありますか。書いていくよ。ちょっと私暗記力がないので書かないと忘れちゃうっていうか、はい、そう今日はサービスデーですよ。にゃんにゃんポーズ了解です。あ、確かに立ったやつ全身も一個入れときます。お願いポーズ両、背中はダメポーズ、いいっすね。ドアップ了解。じゃあそれでいきましょうか。じゃあまず全身からいきましょう。ほい、はい、じゃあいきます。よーい、ピッ。どうだろう、いい感じですか、取れました。にゃんにゃん、にゃんにゃん言いすぎて猫になりそう。はい、ということで次がにゃんにゃんポーズ、またにゃんにゃんということで、はい、ではいきますよ。よーい、にゃんにゃんポーズ。はい、ということで次はなんだ、お願いポーズ了解です。はい、ポーズ、おう、うまいですか、ほんと。お願い、はい、ということで背中はダメポーズ了解です。はい、
いきます。よーい、ピッ。ダメだよ。はい、ラストドアップ、おいきます、よーい、ピッ落ちてきちゃうこれ、いやー、もうちょっとアップ、え、結構アップだね。はい、ということで以上となります。皆さんありがとうございました。今日はたくさんスクショできたでしょうか。また来年のハロウィンもお楽しみにしていてください。次何の仮装しようかなじゃあ今日はありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。今日は6359人の方が見てくださいました。ありがとうございます。またぜひぜひあのツイッターとか755とかも、そしてこのショールーム配信もフォローしていただけると通知が来るのでまた見れますよ。はいということでまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。